昔なら1ミリも知らない崩壊スターレールのキャラ、ヒントだけで完璧に書ける説ということで、今回はホヨバースさんからのご依頼で崩壊スターレールのミリシラチャレンジをやっていきたいと思います。ホヨバースはね、原神とか崩壊サードとかで知られている大手のゲーム会社さんですね。僕も何度か原神の動画を上げているんですが、こちらも見てくださっていて、今回は声をかけてくださったということで、とても嬉しいです。今回ミリシラチャレンジをしていく崩壊スターレールは、広大な宇宙を舞台に SF の名作を読む楽しさを味わえるゲームで、星球列車に乗って銀河の様々な駅を巡り、感動と驚きに満ちた壮大な冒険が楽しめるスペースファンタジー RPG だということです。あ、それとミリシラっていうのは、僕が現時点では全然知らないキャラをいただいたいくつかのヒントだけをもとに、キャラクターのデザインを当てていくっていうチャレンジのことですね。デザインはね、もしかしたらいい感じに近しいデザインにできるかもしれませんし、全く外れるかもしれませんが、プロイラストレーターがどんなことを考えながらデザインを進めていくのか、僕の頭の中を知っていただけると思います。さて、この時点ではマジでそのぐらいの情報しか知らない状態なんですが、早速チャレンジしていこうと思います。それでは行ってみましょう。一人目のキャラはこちらのキャラです。まずはジェパードっていうキャラクターですね。いただいたヒントはこちらです。正義の中堅、表に出さないシツコン、融通の効かないストレート男、モブズラということで、なるほど、全然わからんっていうか、ホヨバースさん、これ絶対当てさせないつもりですね。いや、もうキャラクターの見た目に関わる分かりやすいヒントが一個もないじゃないですか。いや、あのね、色ぐらい教えてくれたっていいでしょう。はい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 。ああ、もうそういうつもりですね。いや、もうそっちがそう来るんだったら、僕もガチで当てに行ってやりますよ。覚悟してくださいね。まずね、僕が着目したヒントはモブ顔ってことです。これね、実は早速の罠です。はい、罠ですよ、罠。っていうのは、この人多分本当にモブ面かっていうと、そうではありません。これライトノベルの世界では常識なんですが、モブ顔って要するに自分に重ねやすくて感情移入しやすいキャラっていう意味なので、断言します、このジェパードさん実はこのゲームの主人公ですね。違いますか、ホヨバースさん。もうね、早速かましてやりましたよ。ただまあね、そうは言ってもあまりに地味すぎる顔ではないと思うので、キリッとした整った顔立ちなんじゃないかと予想しますね。あとは表に出さないシスコンってことなんですが、表に出さないっていうことなんで、割とね、性格はクール系なんだと思います。でシスコンなので、弟かお兄ちゃんかどっちだろうっていうふうに考えるわけですけど、主人公が弟キャラ、つまり年齢低めである可能性は限りなく低いですね。いや、だってね、やっぱりね、オンラインゲームの特性上、一定の年齢以上をターゲットにしてますから、弟キャラだと感情移入はしにくいですからね。なのでジェパードさんはクールなお兄ちゃんキャラなんだと思います。あと衣装なんですが、衣装のヒントが一見ないと思うじゃないですか。いや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 、僕は見逃しませんよ。星球列車に乗って銀河の様々な駅を巡るこのゲーム、駅って冒頭でお伝えしましたよね。その物語の主人公なわけなんですよ、この人。で、それに合わせて正義の中堅ってことなので、どこか巨大な組織の一員であることはこの一文から明白です。なので、これはね、もうわかりました。ジェパードさんは宇宙をかける星球列車の車掌さんですね。はい、なので SF っぽい車掌さんの衣装を意識しながらデザインしていきます。いやー、全然ヒントないけど意外と合ってるんじゃないのかな、これ。さあ、大体のあたりが取れたので、ここから線画を進めていきます。ざっくりと書いた下書きをもとに、よりキャラクターのイメージを膨らませるように線をより具体的にしていく作業ですね。線を描いていくと、このキャラクターの背景にある物語についても想像がだんだん膨らんでいきますね。今回ご紹介している崩壊スターレールの売りは、なんといっても探索しがいがある多種多様な世界だということで、未来の宇宙ステーションや星々を行き来する巨大な母艦
艦の内部といった SF っぽくてかっこいい舞台や清涼とした氷雪の惑星など様々なマップが用意されています。例えば宇宙ステーションヘルタは所有者のヘルタさんが集めた収集品を保管するためにある未来感あふれる宇宙ステーションだったり、千秋楽は巨大な星間艦隊同盟千秋のうちの一艘で、物語に登場する3つの種族千秋人、キツネ族、寿命族が共に築いた宇宙文明なんてワクワクするような設定もあります。そして氷雪に覆われた惑星ベロブログには人類に残された唯一の居住地があります。なんだか世界の果てっぽくて、そう聞くだけで行ってみたくなりますよね。物語中には謎解きあり、宝探しあり、そこに住む住人の人間ドラマあり、様々な物語に没入していけそうです。さあ、線画が完成したので着彩を進めていきましょう。でね、色なんだよな、色のヒントが文面としては一つもないんだ。あ、ただね、これそうなのかな、いや絶対そうだ、めちゃくちゃヒント見つけちゃったわ。正義の中堅でジェバードさんって名前じゃないですか。ってことはね、これ多分よく警察犬にもなっているジャーマンシェパードがモチーフになっているキャラクターなんじゃないですか。ジャーマンシェパードといえば黄色と茶色の組み合わせのイメージなので、多分ジェバードさん黄色と茶色のツートンカラーの髪色をしていると予想します。それと主人公ってだいたい目が緑色なんで、ジェバードさんもまあおそらく目は緑色でしょう。あとはそうですね、正義ってことと車掌さんっていうことから考えて、多分彼は制服をきちんと着こなしているんだと思います。正義というキーワードから考えて、あまり黒っぽいイメージは浮かばないので、白と青を基調にデザインしていくのがイメージに合いそうですね。あと単純に SF だから青っぽそうみたいな僕の勝手な思い込みもあります。青は頭の黄色とも補色関係にありますから、キャラクターをより引き立たせてくれそうです。いや、なかなかいいんじゃないですか。あ、で武器忘れてました。武器どうしようかなって考えたんですけど、さすまた、いや駅員が不審者を捕まえるために使うのはさすまたですが、まあさすがにそれはかっこ悪いかなっていうふうに思うので、逆転の発想として僕は盾だと思いますね。やっぱりね、車掌さんは列車に乗っているお客様をお守りしつつ安全に次の駅にお連れするのが一番の使命でしょうから、ジェバードさんはそのための巨大な盾を装備していると予想します。ただしかといってお客様とて無賃乗車は許しません。腕には切符を切るための端末をしっかり装備していて、キセルを企む無法者には目を光らせています。お客様、切符拝見いたします。腰にはかっこいい警報を装備しながら、今日も請求列車の車内の安全を守ります。プロ医師が1ミリも知らない崩壊スターレールのキャラ、ヒントだけで描いてみた斉藤直樹予想、ジェバードさんのイラストはこんな感じです。いやー、どうでしょう、今回はマジで少ないヒントでしたが、でも結構根拠は積み上げてこれたんじゃないかと思いますよ。なかなか頑張ったんじゃないでしょうか。マジでドキドキするぞこれ。よし、それでは正解を見ていきましょうか。正解のジェパードくんはこちらです。いや、いろいろ言いたいことはあるんですが、一つね、確実に言えることがあります。ジェバードさん、車掌ではないですね。いやー、違ったか。絶対車掌だと思ったんだけどな。いや、でもね、意外と色は結構近いところまで行ったんじゃないですか。黄色と白と青がイメージカラーになっているっていう。ただな、お兄ちゃんキャラっていう予想もまあ、あっていたんですが、ちょっとね、絵柄の問題もあって、もっと等身高めのスタイル抜群のお兄ちゃんでしたね。あとこれ、右手に持っているのが、武器かな、これなんだろう、これ巨大なスナイパーライフルが入ってそうなケースですが、あ、なるほど、すごい盾設定当たってる。ジェバードさんの姉セイバルのギター収納ケースを改造して作った盾ということでした。いや、そういえばジェバードさんシスコン設定でしたね。お姉さんの持ち物をこんな風に利用するなんてね、なんだかめちゃめちゃ微笑ましいですね。背後にはためく鮮やかな青いマントも超かっこいいですね。これかっこいい。さあ、次行ってみましょうか。次は女性のキャラなので、さらに気合を入れて予想していきます。次のキャラクターはこのキャラです。次のキャラクターはヘルタっていうキャラクターですね。こちらについてはまず声をいただいていますので、まずね、聞いてみましょうか。くるくるーくるくるーっと、こんな大きなダイヤモンドあげるねー、こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょう、あげるねー。え、
これだけ？いや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 、わかるわけないじゃん。ちょ、ホヨバースいい加減にせよ。マジで当てさせる気ないやろ。いや、マジでこれだけなんよ。くる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 っと、こんな大きなダイヤモンドあげるね。こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。ほら、では早速書いていくんですが、はい、ちょっとね、あの声だけだと何も取っかかりがなさすぎるので、いくつかのヒントもいただきました。何天才科学者、ナルシスト老女、失礼な口の聞き方をする、よく危険な実験をやるとのことです。この声でナルシスト老女、いやもうますますわかんなくなってきちゃったんですけど。あ、でもね、天才科学者、これは大きなヒントですね。声の感じからしてちょっとね、ダウナー系のマッドサイエンティストっていう感じがしたので、とりあえずその路線でデザインを進めてみましょうか。やっぱ科学者って言えば順当に考えて白衣を着ているっていうのがセオリーですよね。あ、でもね、ただの白衣ではなくて、声の感じからしてちょっと挑発的な色っぽいニュアンスも含まれていたので、白衣の下に体にフィットしたような女性っぽいシルエットの服を着ているような感じもしました。あとちょっと気になるのが、くるくるっていう言葉なんだよな。何をくるくるするのかな。あ、わかった、多分これ髪の毛だわ。いや、女の子が何をくるくるするのかって、長電話する時とかに自分の長い髪の毛を手に絡ませながらくるくるする仕草あるじゃないですか。あれのことだと思いますね。ということは多分ヘルタちゃん、長い髪の毛の持ち主なんじゃないかと思います。それと声の感じから一見若く見えるんだけど、多分その見た目は彼女の科学技術で若さを保っているだけで、実際はお年をお召しになっているので、髪質はちょっとこうあまり腰がなさそうな感じで、ふにゃふにゃっとした質感なんじゃないかな。そう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 、こんな感じこんな感じ。さあ次は線画を整えていきますね。イメージがはっきりしてきたので線画はすぐにできそうですね。線画ってキャラクターに命を吹き込んでいくような作業なので、とても楽しいです。どんな風にこのキャラが動くのか、どんな表情をしてどんなセリフを喋るのか、線画を描いているとそのキャラのいろいろな姿が浮かんできちゃうんですよね。このゲーム崩壊スターレールの売りもまさにそういった魅力的なキャラクターを通して味わえる最高の没入感にあるということです。特に動きの部分はすごく丁寧に作り込まれていて、プロフェッショナルなカメラワークとアニメーションでテレビで放送している人気アニメを見ているような感覚が味わえるということです。また音楽のクオリティにもこだわっていて、ホヨバースが抱えている作曲チームホヨミックスによるムービー、バトル、アニメーションに合わせた様々なスタイルのサウンドトラックで、プレイヤーに最高のオーディオ体験を提供するゲームということなんですね。アニメーションも音楽も最高のものを提供するこだわり、ゲームの世界にさらに熱中できそうですよね。さあ、線画が終わりましたので着彩に入っていきましょうか。色についてのヒントはこれまたないんですが、一個確信していることがあって、多分このキャラ老女ということなんで、年齢が高いキャラは得てして紫っぽいイメージがあるんですよね。他にも紫には高貴なイメージがあったり、あとはちょっとエロティックなニュアンスが含まれますので、色っぽい声の持ち主のヘルタちゃんにはぴったりのカラーリングなのではないでしょうか。それと科学者なので白衣を着ているっていうことと、それだけだと全体的に締まらないデザインになってしまうので、中に着ているニットは黒っぽい、全体を引き締めるような色味になっているんじゃないかと予想します。目の色はダウナー系ということもあって、あまり目に力のない感じにしたいので、薄いグレーっぽい色をしてるんじゃないのかな。うおー、あー、やばい。え、このキャラめちゃめちゃ可愛くない？いやもう、てか当たっているかどうかはさておき、このキャラすごく気に入っちゃいました。めっちゃ可愛いぞ。ただね、ちょっとここで気になったのが、こんなか弱い科学者一人だけで過酷な宇宙環境を生き抜けるのかっていう不安ですね。いやもう、いくら天才といえども悪者に襲われたらひとたまりもないということで、彼女を守ってくれる強力な兵器が必要でしょう。ということで彼女の武器はこれ、背中に装着できるメカハンドですね。もし敵が来たらこのメカハンドで撃退することもできますし、普段は彼女の研究も補助してくれる超便利アイテムです。寂しい時には会話相手にもなってくれる優れもの。背景にサイケデリックな緑色のエフェクトを追加して、斉藤直樹よそ崩壊スターレールのヘルタちゃんのイラスト完成です。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ
どうですか？いやもうこれは言ったんじゃないでしょうか？いやー結構自信あるぞ。さあ最後、緊張しますが正解を見てみましょう。正解のヘルタちゃんのデザインはこちらです。あーごめん、遠かったわ。いやーあーもう、うわー悔しいぞ。あーこっちかー。でもヘルタちゃん老女で声が若かったので、科学技術で若返りを果たしているっていう設定はなんとなくね察したんですが、いやもう自らを球体関節人形にしているっていうのはもうこれちょっと予想つかなかったですね。しかも見てこれ、自分が人形なのにさらに自分の手に人形をはめてるの、これめっちゃ可愛いですね。いややられたわ。そしてそしてこれ護衛なのかな。僕は武器としてメカハンドを予想しましたが、そうじゃなくて自分の分身のような球体関節人形が周りにもいて、この子たちに自分を守らせたり身の回りのお世話をさせているっていう感じじゃないのかな。いやこれはもうめちゃめちゃいいデザインですね。僕が予想したデザインとは離れちゃっていたんですが、このデザインを見て一気にヘルタちゃんに興味をそそられました。素晴らしいです。ということで崩壊スターレールのキャラジェパードとヘルタのデザインを予想してみました。皆さんいかがだったでしょうか。ホイバース開発の崩壊スターレールは銀河の星々を旅するスペースファンタジー RPG です。この動画を見てプレイしたいと思ってくれた方は動画下の概要欄の URL からぜひチェックしてみてくださいね。また崩壊スターレールは公式イラストコンテストも開催予定だということです。イラストだけじゃなくて音楽や動画、コスプレなど幅広く投稿できる大会だということなので、こちらもぜひ概要欄から確認してみてください。僕もイラストの審査員として参加させていただきますよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。